はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回の検証はここに置いてあるプットリムス K12 です。で、今こう映してます、これね。で、ここにあるのが LG の43インチの 4K モニターです。で、高さを全く同じに合わせました。なので43インチと43インチです。で、やっぱこうやって見ると、正面か、色の関係もあるかもしれないけど、 4K モニターの方が結構綺麗だね。モードによると思うけど、今これノーマルです。じゃあ、この動きの違い、モニター本当ね、もっとこっち持っていきたいんだけど、今コードが短くてね、ちょっと比較してみたいと思います。はい、今画面が切り替わる、これこの差、でこれをちょっとモードで変えてみようか。今これ標準なの、今これでゲームモードだ。今ゲームモードになってたんで、そうなんだね。ノーマルにするとちょっと明るくなったけど、でゲームモード、ちょっと違うような気がするね。なんかなんとなくだけど、これゲーム違うね。違うね、全然違うね。で、映画にしてみます。映画、映画も悪くないような。じゃあ次、音楽、これちょっと、じゃあオフィス、でゲームモード、違うね、やっぱ違うね。確かに違うね。ゲームモードはやっぱこの切り替えが早いので、違うということが証明できたのではないかなと思います。じゃあ、おじいはさっきプレゼントかもらったんで、お誕生日カーもらったんで、ちょっとそれ乗ってみようかなと思います。で、走るときは一応プロジェクターの方を見て切り替えるね。これもらったんだね。いや、さっきちょっと重たかったのがコースのせいかもしれないので、アップダウンの少ないコースっていうか、あんまないな、そういうところは。ちょっと別のコース、じゃあ、筑波走ってみる、ね、
じゃあおじいはあっち向いて走るからね。ただマシンが今もらったばっかなんで、うん、印の状態で、走れるか分かんないけど、まあ、そんなしょぼいもんではないと思うけどね。じゃあ早く。しないので、ちょっと車をちゃんと運転できるのに戻す。すぐにマシン交代できないのがこのジュランスのいいところなんだろうね。でね、こうやってなるとこっち薄く見えるかもしれないけど、肉眼で見てる分には変わらないよ。今この画面は肉眼で見てる分にはそんな変わらない。これね、これでしょ、これでしょ、ほらこれね、レンズの光のマジックなんだよね。ほら変わらんでしょ。ただなぜかこう引くとこっち側の光漏れの関係もあるのか、右側の方がすごい薄く見えるんだよね、どうしてもね。だ画面っていうのは周りが暗いと中がくっきりはっきり見えるんだけど、知ってる人は知ってるけどね。いろんなスマホにしてもそうだけど、カメラモニターの周りは必ず黒くなってるんで、そういう事情なんだよね。で乗り換えます。このこれが乗れたっけかな。これがね、全然ね、見やすいよ。ちょっとこっち側に集中しようか、今度。もう比較はなんとなく分かったでしょ。ね、なんていい検証なんだろう。ね、まあ、レンズの特性上人間の目で見たのとは同じようには見えないけど、でも、まあ、何か伝われば、
115インチでやった時は画面もすごく暗くて薄くてちょっとつらかったね。フレームレート足んないような感じがしたけど、あのこの画面の大きさだったらもう全然全く気にならないね、うん、これ見て気になった人はあんまりいないと思うけど、ね、じゃあ今度両画面映した状態で比較していただきたいと思います。おじいはこっち見てやるからね。走りたいと思います。そういうことで、そうだね、どっちを見てる方がやりやすいかっていうと、やっぱこっちを見てる方が
画面が滑らかに感じるので倍ぐらいの滑らかさで見えるので、やっぱこっちを見てやった方が運転はしやすいですね。で滑らかだしタイミングもこっちの方が大丈夫なんで、こっちを やってからこっちをやるとちょっと早めにタイミングクロッとしちゃうので、逆にこっちはちょっと遅れるんで早めに早めにやってるので、まあ、その違いは出てきますね。でただゲームがレースゲームが遊べないレベルではない、でも快適ではない。で115インチに比べたら、まあ、43インチまで絞ると違和感はものすごく減ります。だからカクカクしてるイメージもそんなにないです。ただちょっと遅延が遅れあるなっていうのがあるので、高速でタイミングをつかむ時にちょっと差が出てくるかなっていうのはあります。まあもともとレースゲーム上手じゃないんでね、どっちも下手くそだけど、うん、まあこういう違いがあるんだよということで、で最後にちょっとねこれを外して実際の43インチぐらいだとどれぐらいなのかっていうのをねちょっと近くで見ていただこうかなと、はい、まあ、こんな感じでねニートリーのロールスクリーンに映してもまあまあ結構そこそこ映ってるんでね。これね本当光の加減なんだけど、こうやって人間の肉眼で見てる分には本当こっちで見てるのとそんな変わらない、うん、やっぱこっちの方が濃くて綺麗だけどね、そんな変わらない、ね、という感じです。まあ、発色具合っていうかこういうねやっぱモニターは強いよね、明るいとこでね。で夜だとまた変わってくると思うけどね、まあ大体こんな感じ、うん、プレステ4のジュラン2はこれぐらいです。はい、参考にしてね、ここまで、じゃあね。